前回のあらすじ、この物語の主人公スミレお嬢様はこの犯罪者モモに惚れ薬を飲まされてしまった。かっこ惚れ薬を作ったのはモモさんの妹のみかんさん。そしてお嬢様が好きになってしまったのはなんとめめ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 めがねー。なんでやねん。概要欄に1話2話の URL があるので飛んで見てくれ。できたー。本当ですか。わーできたぞ。アイネロボットバチクソかっこいいね。くんだお前が眠るまで羊を数えてやろうか。お嬢様を治す薬を作ってください。そうだった。できたー。できましたか。早速お嬢様に持っていきましょう。やだー、いつも後ろから誰だをしてくれるイケメン誰だロボだ。誰だつってな。はい、ジャンガ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 。早く作ってください。次はあなたがこうなりますよ。ただで働くのきつい。いや、お嬢様をこんなアホにしたのはあなたたちでしょ。メガネ命うぐスミレちゃん気持ち悪い。私じゃないよ、お兄ちゃんじゃん。もうそんなこと言わないでください。みかんさん足が頼れません。じゃあ作ったら私のお願い事聞いてくれる。え、あ、まあいいですよ。じゃあ次の日曜日デートして。え、デートでございますか。みかん、お前はバカだな。この男のどこがいいんだ。あなたよりかははるかにいいと思いますよ。ねえねえ、デートしてよ。まあいいですけど。ほら、やったでかよ。こうしてお嬢様は元に戻りました。なんだか悪い夢を見ていたわ。よかったですお嬢様。危うくメガネと結婚しそうでしたよ。なんだそれ。スミレちゃん本当よかった。ごめんね、僕は君にひどいことをしてしまったんだ。お詫びに責任を持ってスミレちゃんと結婚するから。え、最悪超やだリスカする。え、